はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は個人的に今季好きな選手成績を眺めるだけの動画です。昨年は思わず二度見したちょっと変わった成績に着目したかなと思いますが、今年も似たような感じは入れつつも、どちらかといえば自分が単に好きな成績も織り交ぜていく、まあ完全に趣味ですね。皆さんとヒットするポイントが一致するかわかりませんが、お付き合いいただけると幸いです。それでは見ていきましょう。はい、まず一つ目はフィリーズの JT リアルミュート。リアルミュートはキャッチャーながらアスレチックな部分も持ち合わせている点が一つ大きな強みとなっていて、結構走れるんですよね。今季はキャリアハイとなるシーズン21盗塁を記録し、失敗はたった1回というのもまたすごい。キャッチャーがシーズン20盗塁以上を記録したのは MLB 全体でも、私が調べた限りでは2007年、当時ドジャースでプレーしていたラッセル・マーティン以来15年ぶりなのかなと思われます。またリアルミュートは守備面、盗塁阻止の面でも非常に優れており、今季 MLB トップとなる盗塁阻止率 44% を記録。俺はほぼ失敗せずに走るけど、ランナーに対してはお前は走るな、走らせないといった感じでしょうかね。ランナーからすればなんてアンフェアなという気持ちかもしれませんが、リアルミュートと同じフィリーズからもう一人、カイル・シュワーバーもまたたまらない成績を残しています。今季打率2割1分8厘でホームラン46本、打率2割2分を下回っている選手では史上最多のホームラン数となりました。アダム・ダンやジョーイ・ギャローの成績を見てロマンを感じる人は多分私だけではないと思うんですが、シュワーバーのこれもまあ良い。200三振している点もロマンが増して良いなぁと。今季フィリーズと4年総額7900万ドルの契約を結び、打線に爆発力をプラスする役割が期待されていたところでしたが、爆発力に関してはしっかり期待通り発揮してくれたんじゃないのかなと。今季1番起用がメインで1番でホームラン38本ですからね。どんなリードオフマンだって感じですよ。ナショナルズ時代の昨年6月に一気に調子を上げたシュワーバーですが、今年も6月に爆発してすっかり6月はシュワーバーの季節となった印象もあります。次、ブレイブスのカイル・ライト。今季ブレイクを迎えたウアンは MLB トップとなる21勝を記録。勝ち星自体にはもはや意味はないのかもしれませんが、30先発で防御率 3.19 としっかり成績は残していますので、その結果が21勝という結果に現れたのでしょう。ただライトで注目したいのは、昨年までの4年間で通算2勝しか挙げていないところからいきなり21勝した点ですよね。ワイルドカードが導入となった1995年以降で20勝投手を調べてみましたが、さすがに通算2勝以下で20勝したピッチャーはいませんでしたので、おそらくライトが初めてなんじゃないのかなと。2017年ドラフト全体5位指名を受け、トッププロスペクトとして期待されながらも結果が出ていなかっただけに、今季のブレイクを喜んでいる方も多いのではないでしょうか。ブレイクイヤーという共通点でもう一人、ホワイトソックスのディラン・シース。シースは投げているボール自体は一級品ながらも、フォアボールも結構与えるタイプの先発で、今季 MLB ワーストとなる四球78個、9イニング換算で 3.8 個フォアボールを許すなど、まあそれだけ見るとどうなのという成績を並べているんですが、しかしその他の投球内容は素晴らしく、184回で防御率 2.20、サイヤング賞有力候補としても名前が上がるほどです。フォアボールは与えるけど、圧倒的な奪三振能力でそれを補い、またそもそもあまり打たれることもない、投げているボールの凄さだけでどうにかしてしまうこの力技。MLB 記録となる14試合連続自責点1位以下のピッチングを見せていた時でさえ、9イニングあたり4個近くのフォアボールは出していましたからね。このアンバランスさは MLB でも過去にあまり例がなく、180回以上を防御率 2.20 以下で抑えた選手のうち、9イニングあたり 3.8 個以上のフォアボールを与えていた選手は、1900年以降でシース含めてたったの10人です。続いては野球星人でおなじみ、エンゼルスのマイク・トラウトさん。ベースボールマシン化のごとく毎年ハイレベルな成績を残すトラウトですが、近年は少し怪我が多くなってきていて、今季も故障の影響で119試合499打席のみ。トラウトがだんだんフルシーズン耐えられなくなってきているのは正直悲しさも感じるところですが、ただ試合に出ている時の成績に関しては相変わらず超一流そのもので、今季規定打席に到達していないにもかかわらず40ホーマー、 MLB 全体で打点の環境だったはずなのに、なぜか規定打席に届かずに MLB 3位のホームラン数、規定打席に到達せずに40本以上打った史上4人目の選手。あえて怪我することで人間界の野球にレベルを調整しているのかもしれませんが、40本以上記録した選手の中では史上3番目に出場試合数が少ないそうです。フルシーズン出ていたら今年のジャッジともしかしたらホームラン王争いできたかもしれないと考えると恐ろしいですね。お次は安定感の教科書ということで、アストロズのフランバー・バルデス以上に安定していた先発投手は今年はほぼいなかったんじゃないのかなと。4月25日から9月18日までの25先発連続で6回以上自責点3以下のクオリティスタートを達成。1シーズンの記録としては史上最長記録となりました。
この間の防御率は 2.41 で、チームもバルデス登板試合で18勝と無類の強さを誇りましたからね。まあ5ヶ月近く毎回クオリティスタート達成していたら、あのアストロスならそれくらい勝って当然なのかもしれませんが、25試合連続クオリティスタートという結果もそうですが、怪我をしない、イニングを食う、ちゃんと抑える、確実にチームに勝つチャンスを与えるというね、先発投手にチームが求めたい要素をこの記録中のバルデスは全て達成してくれた、先発投手の鏡のような存在です。安定感という意味ではレイズのジェイソン・アダムもそうでしたよね。昨年まではそこまでリリーフとして目立つ存在ではなかったアダムでしたが、今季開幕前にレイズと契約し、ブルペンの柱へと成長。昨年までの時点で通算防御率 4.71 だったピッチャーが、今季67試合に登板して防御率 1.56。レイズブルペンの中では試合で一番大事な場面を任されていて、アダムがすごいのは成績もさることながら、前のピッチャーからランナー引き継いでもほぼ返さない点なんですよね。今季31人引き継いで3人しか返していません。割合にして 9.7%。これは今季30人以上ランナーを引き継いだピッチャーの中では最も低い割合となっています。見た目の防御率はいいけど前のピッチャーはしっかり返す、まあいまいち成績の割に頼りない選手って結構いると思いますが、今季のアダムは真にブルペンエースらしい点が個人的には好きですね。最後はまあもうみんなすでに言っていますし、今更その凄さを語る必要もない気がしますのでまとめてしまいますが、今季エール MVP を争うジャッジと大谷さんのお二人、2人の今年の成績見てそのヤバさにテンション上がらない野球ファンなんて多分いないですよ。ジャッジは今季バリーボンズ以来のファングラフ算出のウィンザボリプレイスメントで 11.4、WRC プラス207、そしてロジャーマリスのリーグ記録を破るシーズン62ホーマー、打定のシーズンでこの圧倒的な傑出度、普通だったら特に議論する必要がなくジャッジが MVP となるところ、昨年の MVP 大谷選手がさらに二刀流の完成度を上げてくると、投手としては15勝防御率 2.33、打者としては昨年ほどではないにしても2年連続の30本以上、そして何といっても規定打席と規定投球回のダブル達成で野球の神の領域にも届きつつあるような状況、なんで同じ年に同じリーグでこんなにモンスター級の成績で殴り合ってるんですか。本当にこれからしばらく語り継がれるであろう MVP レースになりそうですし、将来の私もこの年の2人の成績を見返しながら歴史に残るシーズンをリアルタイムで目撃できたことに感謝することになるでしょう。このあたりが個人的に好きな今季の選手成績ですかね。皆さんと好みが一致している部分があればと思いますが、逆に皆さんの好きな今季の選手成績も気になりますので、ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。